羊毛フェルトできらふわ。今日は羊毛フェルトのまんまるボールにニコニコのニコちゃんの顔を描いてみたいと思います。前回作った2色のミックス色のこちらのまんまるボールにこの元気な黄色の色を使ってニコちゃんの顔を描いていきたいと思います。まず黄色の羊毛を少しちぎります。で、ほんの少しこれぐらいですね、取って指で丸めます。もうちょっと少ないかな。で、丸めたらお目々を描いていきたいんですが、お顔の面を決めます。ここですかね、この面に描きます。で、目の位置に丸めた黄色の羊毛をちょっと刺してこう仮止めしておきます。で、もう一つの目も丸めて、ちょっと小さかったなと思ったらもう少し足して、目の位置に止めます。で、バランスを見てちょっともっとこの辺かなとか剥がして、バランスを見て、この辺だと思ったら目を本格的に刺していきます。まず真ん中を刺して、で、周りはこのニードルの先を使ってちょっとこう整えながら綺麗なまん丸の目々を描いていきます。お顔を描くときは結構こう針のこの先を使って丁寧に丁寧にラインを描きます。反対側の目目もまず真ん中を刺して、そして周りを整えながら綺麗なまん丸のラインを描きます。お目目ができたら次はお口です。口もこれぐらいですね。量を取って指で寄ります。指で寄って紐を作って、両端は中に入れてさらに寄ります。こんな感じの黄色い寄った紐ができました。これをこのままニコちゃんの顔に乗せます。ちょうど真ん中あたりのところをまず留めます。で、真ん中を留めておいて、このまま両端を刺していきます。にっこりするように口角が上がっています。口のラインを描きながら刺します。で、ラインが決まったらこのままちょっとずつ刺して仕上げていきます。だんだん
にっこりとしてきましたね。目も整えてきます。で、また手で丸めてなじませて、かわいい元気な感じのニコちゃんが完成しました。こういう風に丸い形にお顔を描くだけでとってもちょっとこうハッピーな気持ちになれるので、ぜひ皆さんもお家でまん丸ボールにお顔を描いてハッピーになってみてください。ニコちゃんでした。